こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回は三つどもえの六文銭。おすすめザイヤ武将を紹介します。このシナリオは、武田信玄、上杉謙信、北条氏康と、戦国屈指の武将が登場します。そのため、各勢力の武将の質も高いです。一番やり込んだ勢力はもちろん真田家です。真田家は、箕輪城のみで、圧倒的不利な情勢です。最初にプレイした時はどうやってクリアするのか、全く見当もつきませんでした。攻略法を知っていても、軍神にボコボコにされたり、武田が勝手に滅亡したりと、不安要素がたくさんあります。その反面やりがいもありました。プレイに関しては別の動画がありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。それではおすすめザイヤ武将を紹介します。上杉家ザイヤ武将1、岡貞都氏。兵士適正に関しては文句なしの数値です。上杉で戦闘に参加できる、10大戦レベルの武将です。政治力も高いので使い勝手もいいですね。北条家ザイヤ武将1、成高い。北条家にも強い武将はいます。しかし、敵は百戦錬磨の猛者たちです。彼女の力がきっと役に立つでしょう。北条家ザイヤ武将に、時為より、関東の巡業では里見配下でしたが、このシナリオでは北条家のザイヤにいます。今度は北条家のために働いてもらいましょう。北条家ザイヤ武将さん、梶原正景。戦闘タイプのようですが、戦法が珍しくコブです。コブを使う場面は少ないですが、適正兵種が多く、どの部隊にも組み入れる、優秀な武将なので別配下にしましょう。武田家ザイヤ武将1、人よしあり。武田家は得意兵種が牙ですが、AI が使うとなぜか足軽ばかりになります。彼の政治力を活かし、牙をひたすら生産し、夏子も黙る武田騎馬軍を作るのが、彼の使命だと思っています。武田家ザイヤ武将に、大久保長安。武田家のザイヤにいる武将でおすすめなのは、政治力特化の武将です。戦闘タイプがいないからと、落胆する必要はありません。有名な武田24将たちが控えています。戦闘は彼らに任せて、その間にやるべきことがあります。武田家には初期配置で匠の町さんが2つあり、武との技術差をつけるためにも、時間のかかる研究は政治特化の武将に任せましょう。真田家ザイヤ武将1、真田信益。統率、騎馬適性は申し分ない内容の能力です。そして一番のメリットは鉄砲適性が、A です。後に登場する真田重勇士と共に、籠城戦を任せるといいでしょう。真田ザイヤ武将に、長野成政。元箕輪城の城主がザイヤで登場します。さすが武田信玄をうならせた武将です。能力に隙がありません。騎馬、足軽とお好きな方で戦ってもらいましょう。真田家ザイヤ武将さん。上泉信綱。関東の軍労では、彼の飛燕のために、難易度崩壊を起こしていました。このシナリオでもその力を発揮できればいいのですが、いかんせん、真田家は足軽研究が進んでいません。このシナリオでは家臣は禁物です。真田家ザイヤ武将4、川原綱家。真田家は戦闘に強い武将が多い反面、政治力の強い武将が三鷹、正幸、信光と、限られてしまいます。しかも、彼らは戦争に引っ張りだこなので、内政に時間をかけることはあまりできません。政治力のある綱家は貴重な人材なので、ぜひ、配下にして内政を任せましょう。上杉キラー、家系柔道。彼が鉄砲隊を率いて城を守ると、あの軍神が騎馬軍団を率いても、そうやすやすと攻め落とせません。上杉キラーに、雲野六郎。
彼は兵士適性が優秀です。騎馬 B より、鉄砲 B の方を活かして、防衛部隊に組み込む方が安定します。知略も高いので、宇佐美貞光がいない時は、上杉軍相手に、同打ちをどんどん仕掛けてやりましょう。上杉キラーさん。根津陣八。真田重雄氏は、鉄砲適性が強い武将が多く、鉄砲の数さえ整っていれば無敵になります。近代兵器の恐ろしさを敵に見せつけてやりましょう。上杉キラー4。望月六郎。先ほど紹介した、家系、運の、根津と共に、私は必ず鉄砲部隊を編成して戦います。上杉、北条がいくら攻めてきても、この4人がいれば、ある程度守れます。弱ったところへ、雪村率いる騎馬隊が攻めれば、敵を壊滅させ、形勢逆転も可能です。戦闘万能タイプ。穴山小助。統率78、騎馬 A、鉄砲 B と最強の助っ人です。使い方は自由自在なのでお好きなように。足軽 S の猛将。三好正解。確かに足軽適性は優秀です。しかし、政治力49の方がありがたいですね。序盤の真田家は内政を任せる武将が少ないので、彼には加入後から、最後まで内政をしてもらっています。お前も足軽 S だったのか、三好伊佐。兄貴同様に戦争に使ったことは一度もありません。内政をさせて、その後は生産方向にしていました。使い方が間違っていたのかな。私の中で影が薄い。ゆりかまのすけ。騎馬 S は確かに優秀です。しかし、真田騎馬軍に入るには統率が足りません。一門衆の多い真田家は動員兵数が多く、かまちゃんの統率では4000を下回ります。統率70あれば間違いなく使っていました。それだけに惜しい？忍者だけど、サルトビサスケ。忍者である彼の最大の特徴は知略の高さです。その能力を活かし、的確に輸送をするのが、彼の使命です。戦争に参加。この知略では敵に翻弄されてやられます。そんな大役は任せられないでしょう。ギリガクレ運送。ギリガクレ再造。服部半蔵や、桃地三太夫などの忍者キャラは、知略90を超えているのになぜかこの二人は、70代と中途半端です。これでは山本勘助、宇佐美貞光、風魔小太郎と、敵の知略トップと戦えません。なのでおとなしく騎馬や兵士の配送をさせましょう。真田家以外のプレイは比較的簡単です。城の数も多く、優秀な武将も多いからですね。真田家をプレイしていない方は、ぜひやってみてください。おそらく軍人派遣モード、最高難易度です。このシナリオがクリアできれば、天道マスターと言えるほどの実力になれます。今回はここまでです。